杉田武史から1906年7月31日は、明治時代の兵庫県神戸市の下界。県立神戸医学校教諭、神戸病院副院長、私立杉田病院長、神戸市医師組合初代組長。赤髄園で創生した。号は春嵐。杉田玄白四世孫。1880年東京大学医学部卒業生。最前列左端が、杉田武史か。 安政五年12月22日江戸浜町山伏井戸に杉田玄丹の4男として生まれた。幼名は英吉花草吉郎。7歳で木村二倍に修字高須坊に漢学を学んだ。明治元年10月、徳川宗家の天保に従い両親弟杉田生と共に沼津八万町八木下智幸旧宅に移り、 沼津平学校附属小学校に通いながら、愛祖角道にも、官籍を学んだ。廃校後、明治5年兄に、杉田武氏に呼ばれて上京し、三崎嘘スクにドイツ語を学んだ。10月大学登校に入学し、余家、本家を収めた。1879年東京府コレラ検疫院。1880年7月東京大学医学部、第2期生として卒業し、 医学士となった。1881年1月医学部第一院外科等直位となり、エミール・シュルゼ、ユリウス・スクリバに、外科学を学び、エルビン・ホンベルツにも支持した。1882年7月兵庫県立神戸医、学校医等教諭。1884年5月、県立神戸病院副院長となり、患者の美容整形や外科防腐法の改良で名声を高め、 医学校では、外科臨床を講義した。在職中、京都府、大阪府で、医術開業試験委員を務めた。1886年12月病院、医学校を退職し、1887年3月、神戸区坂本村に、私立杉田病院を開業した。1889年神戸医師総大として、神戸キリスト教街道を買収して、医街道を建設し、 1890年神戸市、医師組合を設立した。その他、私立赤石病院教師、加藤、加古、うない、向子諸群連合医師研究会顧問、私立大日本私立衛生会委員、兵庫県医会長、東山被病院長等を兼ねた。1893年病気となり、知人に院長代理を任せたが、客足が遠のいたため、二月亭、杉田生を招いて、 飲酒とし、経営を立て直した。9月頃病状が回復し、診療に復帰した。1906年7月31日脊髄園で、死ぬ当日午前まで診療を続け、青山墓地に葬られた。ありがとうございます。